アベマボクシングペイパービュー、亀田光輝が組んだのは海外大手プロモーター。優勝賞金1億4000万円、金の雨が降るトーナメント開催。さらに亀田智樹が負けたら引退、そして重岡兄弟のダブル世界戦も。チケット前売りは3150円、新たにプレミアム会員登録するとまさかの2150円。3月31日日曜、ド迫力完全生中継。やってきましたね。やってきました、沖縄編です。沖縄すごい。はい、そうです。これ殴っていいですか？もちろんです。ここで待ってます。前からシャドウしながら、あ、来てる来てる。雨まで飛びますか？はい、怖い、すごい、そうだな、ごついっすね。雨まで、あ、そうです、そうです、そうです。盛り上げやってる。へえ、すごいっすね。スナッチが196キロ、すごいっすね。目の前でイカついています。そうですね、強い人を言わしてるんですけど、なんかそこら辺の強い人の方だって。いや、もうそうですよね。見た目だけです。ちなみにお兄さん格闘技経験とかです。あ、そうなんです、やっぱり。よい、シャチのシュシュッシャ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 ッ。始まる、ブランドン三浦選手の入場です。やってきましたね。やってきました、沖縄編です。沖縄すごい。前回の大阪みなみがかなり大好評で、うん、嬉しい。沖縄編になります。いや、嬉しいです。ちなみに沖縄って来たことありますか？はい、あります、あります。今年も春に1回来て、それぶりですけど、やっぱいいです。もう早速こうやって音楽も流れてたり、やっぱ人通りも、やっぱ日本の中でもガラッと雰囲気変わりますね。ちなみに南編、うん、大阪編、うん、なんか反響ありました？街でも声かけられるようになりますね。ハラパン見ましたとか、そのハラパン散歩っていうワードが、全国でちょっとずつ広まってるのかなって思います。嬉しいですね。いや、めっちゃ嬉しいです、本当に。ちなみに沖縄って、うん、その格闘技で強いとか、なんか、うん、強そうな人いるみたいな印象ってあるんですか？そう、いや、でもやっぱ沖縄は格闘技盛んだと思います。戦うのが好きな人が多い気がしますね、うん、今のところ顔を上回る存在点は出てきてないので、僕自身楽しみです。今日はちょっといろいろこういう観光客が多いところから、なんかいろいろなディープなところまで行けたらなと思ってて、ね、ちょっと散歩していきますか？そうですね、お願いします。お願いします。はじめ選手ってカラオケとか行くんですか？あんまり行かないですね。あんまり歌うのは得意じゃないですけど、でもみんなでカラオケ行って聞くのが好きです。え、勝負曲ってなんかあるんですか？全然そんなもん持ってないぐらい、18番持ってないぐらいです。猪木のボンバイエじゃないですか、登場は。なんか試合前にこれ聞くとなんか願掛けじゃないですけど、なるほどなるほど、強くなれるみたいな曲ってあるんですか？でも確かにその時の自分のメンタリティだったり、コンディショニングで、ラップが変わるかもしれないですね。どんな曲が好きなんですか？それこそ前も名前出させていただいたんですけど、鎖ヶ谷のカンさんの、
クルー時代、グループ時代の MAC っていうグループがあるんですけど、それ今日聞いてましたね、はい、スーパー上げたい時はそういう強いラップを聞いたり、落ち着かせたい時はまたそういう、確かにその自分の状態によって曲を変えるっていうのはありますね。なんかニュースで、はい、世界ブリッジャー級16位にランクした、はい、ランクインしたってあったんですか？ゆくゆくはもちろんヘビー級で、うん、戦っていくっていうのは自分の中で決めてることなんですけど、うん、じゃあヘビー級の1階級下のブリッジャー級で世界を取って、でパスポートをヘビー級に挑戦するパスポートを取って、でヘビー級に食い込んでいこうかっていう、なるほど、そういう話にチームで話し合った結果、うん、体一回大きくして、今年で徐々に絞ってって動きやすさだったり、うんうん、そういうのを感じているので、でブリッジャー級で一回世界取って、もちろんそれも全然甘い道のりじゃないですけど、うん、よりヘビー級に挑戦した時に自分の肩書きじゃないですけど、何か一つ勲章を持ってヘビー級に乗り込もうっていう、その今もすごい選手だと思うんですけど、その世界を取ってもこの原パン散歩はやってくださるんでしょうか？全然僕は本当に毎回楽しく参加させていただいてるんで。あ、本当ですか、うん、話の話は強そうな人います。そうですね、使って声かけてみますか。早速アベマなんですけど、ちらってインタビューって大丈夫ですか？今、こう国際通り散歩しながら、ちょっといかつそうな人にこう声かけているんですけど、ハラパン散歩って、ね、やってて、はい、知ってます。あ、本当ですか、はい、あ、嬉しいです。で、それにぜひ挑戦、10秒で終わる企画なんですけど、お仕事の、邪魔にならなければ、あ、ぜひ。誰が強いんですか、この中では？あ、マジですか、お願いします、ぜひお願いしたいです。日本チャンピオン殴れるんでしょ？あ、嬉しいです、知ってていただいて。殴れるちなみに格闘技経験とかって？いや、大したことないです。あ、全然ですか、はい、セキュリティーだけやって、はい、体鍛えてみたいな。あ、そうです、みんなごついですもんね。そんなことないです。え、でもやばい人が入ってきたら守るってことですもんね。セキュリティーだから。あ、そうです、もちろんです。じゃあ喧嘩とかはしたことは？もうまあほどほど人なんで、もちろんって言いそうになってましたね。テレビさんですよ。言えないこともありますよね。首から下ボディの範囲で10秒間自由に振っていただければ、思いっきり。じゃあいきますか。お願いします、はい、本気でいいですよ、はい、いきます。さあ、よい、シャッシャッ、もっともっと、ほら、シャッ、もっと、終了。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。撮ります、撮ります。どうでした？いやー、めちゃくちゃ戦ったです。いや、でも沖縄編一人目の挑戦者ということで、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、またお願いします。ありがとうございます。すみません、お仕事中に。ちなみに僕が3月にアベマで試合するんですけど、次戦ぜひチェックしていただければ。お願いします。ありがとうございます。ちなみに国際通りが結構パッと見観光客の方ぐらいしか、でいかつい目の人が少ないなと思ったんですけど、もう少しすると一歩次の松山ってコースで強そうな方たちは出てくる時間かなと思います。松山行ったことありますか？いや、行ったことないと思います、はい、俺もないんですけど、どんなところなんですか？繁華街で、国際通りとはまた違った空気感の場所なので、ありがとうございました。ちょっとじゃあ真っ直ぐ歩いてみますか、はい、ちなみに先ほどの人は、うん、聞いてない顔だったんで聞かなかったんですけども。そうですね、どうでした？全然聞かなかったです。全然聞かなかったです。初めて伸びが出ましたね。いや、みんな毎回本気で挑戦してくれるんで。そしたらもう松山行きます、逆に。あ、全然僕は逆に早めの。もう行っちゃいますか。
ここはディープで有名っぽかったんで、ちょっと探していきますか。はい。左行ったらスタートするんで。ここです。ディープですね、確かに。ちょっと雰囲気変わりますよね。また国際通りとは雰囲気変わりますね。目の前といかついしています。そうですね。あの人いかついの。いかついですね。ちょっと聞いてみますか。キャッチの人ですかね。キャッチっぽいですね。皆さんに声かけてみますか。すごい人探してるんですけど。そう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。アベマなんですけど、ちょっとインタビューって大丈夫ですか。皆さん全体に。あ、本当ですか。強い人を探してるんですけど、なんかここら辺でなんか強い人の噂とかって。いやもうそうですよね。見た目だけです。ちょっとインタビューって大丈夫ですか。あ、大丈夫。ちなみになんですか、お兄さん格闘技経験とかって。昔に。あ、そうなんですね。やっぱり何やってたんですか。MMA を地元。あ、そうなんですね。いいですね。期待値。いや、やんちゃ感がすごいというか。いいなんですけど、10秒だけなんでチャレンジ挑戦していただければ。あ、本当ですか。あ、嬉しいです。ありがとうございます。10秒間タイミングもパワーも50人。はい。自信のほどはどうですか。まあ、ダウンさせるぐらい。本気でお願いします。はい。よーい、スタート。スッスッスッ。もった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 。チャー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 。終了。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。強いっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、右のパンチ良かったです。右利きですか。はい、右利き。どうでした。全然強いっす。あ、もちろんです。はい、そうです。もちろんです。ここで待ってます。いいっすね。いいっすね。どうぞ、お兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな聞かなかったことあるんですか、そんな見て。いやー、やっぱ強いっす。さっき、すごいっすね。すごいっすね。りかかって。ノッコンさんが殴っちゃ見たんですか。そうですね、そうですね。前からシャドウしながら。起きてる、起きてる、起きてる。アベマで。はい。アベマ。じゃあ、アベマです。みんな年齢って聞いて大丈夫ですか。みんな 18? 声のかけ方がやんちゃ感出てました。やっていいですか。ちなみに格闘技経験とかって。やってないです。こいつは少し一回試合で。そういうプロの。あ、近くで。やっぱ、ヤングで、若いエナジー感じますね。じゃあ、行くか。いいね。よっ、チャッチャッゴー。もっと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 。すごい。根性ありそうだな。名前はリュウサ。リュウセ。琉球のリュウって書いて夢って書いてリュウサ。お、リュウサ。夢はありますか。はい。夢はあります。夢ですか。プロ野球選手です。こう見えて野球部なんですよ。大学まで行くっす。本気だ。思いっきり縛ってたって。よっしゃ。バカバカ。喧嘩しそうじゃん。じゃあいきますよ。いやい、チャッチャッチャッ、もっと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 もっ顔割りだったワンチャンみたいな。いや、いいっすね。いいっすね。いいっすね。
本人たちの目の前ではっきりとレベルはどうでした、はい、まあ、変わらずカデステイ、はい、まあ、変わらずカデステイ、はい、やんちゃっていいっすね。いや、そうっすね。ズケズケ言うから。いや、本当に本当に、あの、久々にそういうセッションができたんです。 あの10個も離れた世代と、うん、いいっすね、やっぱり。ごついっすね。ごついっすね。はい、汗まで今、はい、マラソンでやってる。そうですそうですそうです。皆さんスポーツ盛り上げやってる。へえ、すごいですね。ちなみに重量上げのその自分のベストとか。ベストがスナッチが195キロ。うわ、すごいっすね。逆が225。へえ、すごい。大会とかも出てる。そうですね、今そうなんですね。すごいすごいですね。大会って何の大会ですか？大会が、まあ、国際試合が結構メインで、パリオリンピック選考中で。へぇー、もうガチのオリンピック目指して。いや、そうなんですね。あ、そうなんですね。腕の筋肉すごいっすもん。あと、でかさがすごいっすね。マジででかいっすね。マジででかいっす。体重とか聞いていいっすか？体重が今155キロ。でかー。でかいっすね。え、身長は185。で、200キロ持つんですか？バケモンじゃないですか？どうですか？ハラパン挑戦させて、ぜひ。本当ですか？はい、あ、嬉しいです。挑戦者はお兄さん1人。あ、ありがとう。あ、お二人もちろんお願いします。首から下でボディの範囲で10秒間、右も左も自由に。じゃあ行きますか。はい、よーい、よーい、スタート。スタート。シャッシャッシャッ。おー、もと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 もえ、どうでしたか、はい、お腹、腹は全然、あの、なんか入ってますか？すげえ、全然でしたね、顔に。次の挑戦、期待値はだいぶ。いや、だいぶあるな。頑張ります。ゴジラ対ゴジラみたいだもん。でかい。ちなみに、その現段階での予選の調子ってのはどうですか？今日も2月、4月で、しっかりベスト出せたら。すごいっすね。もしかしたらあり、マジのスーパーヘビー級対決です、うん、はい、お願いします。ちなみに自信のほどは？やったります。おい。じゃあ行きますか。しゃ、じゃあ行きます。お願いします。よい、よい、スタート。ゴー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 終了。ありがとうございます。やばいっす。ずっと笑顔でしたね。やばかったです。すごい。え、もうプロのアスリートからしてみても、やっぱ殴ってみた感触とか、いや、もうなんか聞いてる感が全くないんで。そうなんだ。なんか入れてますよね。すごいです、こんな方に、うんうんうん、いや、嬉しい、光栄です。ちょこそチェックします。ありがとうございます。僕の次戦が次3月で、今日程が進んでて、よければチェックお願いします。ありがとうございました。パリ五輪超応援します。間違いない、間違いない。ありがとうございます。国際通りと松山来ましたけど、うん、はい、ちょっとディープな街も見れたじゃないですか。いかがでした？そうですね、また沖縄の国際通り松山ってまた近いのにまた違った顔があって、面白かったです、本当に、うん、そんな今日は聞いてない感じはしたんですけど。はい、そうですね、まだ聞かないですね、ここが。まだ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 。レベルは？レベルは下で、ステイでお願いします。ちなみに今回、はい、そう言うだろうなと思って、こっちでも、うんうんうん、沖縄中を駆けずり回り、うん、腹パン祭りを行おうと思ってて。え？腹パン祭り？ちょっとイベントにいかつい人たちだけを集めました。そこ募集して。あ、そうなんですね。へえ。そこ行ってみるってどうですか？いや、めっちゃ行きたいです。
ただ結構集まってると思うんで、うん、何発も殴られちゃいますけど大丈夫ですか。確かに全然大丈夫ですじゃあ行ってみますか。はい、お願いします。 OK です。行ってみましょう。アベマボクシングペイパービュー、亀田光輝が組んだのは海外大手プロモーター。優勝賞金1億4000万円、金の雨が降るトーナメント開催。さらに亀田智樹が負けたら引退、そして重岡兄弟のダブル世界戦も。チケット前売りは3150円、新たにプレミアム会員登録するとまさかの2150円。3月31日日曜、ド迫力完全生中継。